ゴールデンウィーク最終日、松山市の中心部で強盗事件が起きました。銀天街商店街の貴金属買取店にナイフを持った男が押し入り、現金50万円を奪って逃げました。男は今も逃走中です。店に押し入った犯人は現金を奪った後、こちらの方向へ逃走したということです。今日午前10時ごろ、松山市港町の貴金属買取店ジュエルカフェ松山銀天街店に男が押し入り、40代の女性店員に対し果物ナイフのようなものを突きつけ、金を出せなどと脅しました。店員が男を現金がある場所に連れて行くと、およそ50万円をわしづかみにして逃げたということです。店員に怪我はありませんでした。逃げた男は身長が170センチほど、フードのついた灰色の服と黒色のズボン姿だったということです。現在事件と関係で封鎖しております。ぐるっと回っていただくようになります。お願いします。まあ気持ち悪いですね。連休最終日なので、はい、若干少なめですね。まだお客さんがあんまり入ってこない時間帯なので、その時間帯を見てたかなっては思いますね。はいはい。事件が起きた時間帯はまだ開いている店も少なく、さらに天気も悪かったため、人通りはそれほど多くなかったということです。現場は銀天街商店街が L 字に折れ曲がる部分で、男は店から東の方向に逃げたとみられ、今も逃走中です。